はい、どうもです。今回は動画編集キャンプ金沢校の講師の道橋さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。講師と対談するの初めてかなと思うんですけど、動画編集キャンプ金沢校が非常に盛り上がってきていて、かなり生徒からの評判もいい校舎なので、どういう講師がいてどういう風に生徒が育っていってるのかみたいな動画編集キャンプの実情みたいなのを聞いていけたらなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。簡単に自己紹介を。金沢校の講師しております道橋と申します。動画編集歴は2年になります。動画編集なんで始めたんですか？そもそも元々栄養士をしてたんですけど、栄養士が朝晩とか遅番とか結構時間が不安定っていうのもあって、時間の余裕とかそういうのを考えて動画編集やろうっていうふうに思いました。大体どんくらい稼げるようになったんですか、動画編集者としては？2年ぐらいで月40万ぐらい。栄養士の頃って月収どんくらいでした？13万とかです。月収13から40万になったと、はい、動画編集っていいなみたいなふうに思ってたところで、それを広げようっていうところで講師としても協力してくれてると。そうです。素晴らしいですね。講師としては大体今どんくらいですか、やり始めてから？講師は5ヶ月ぐらいですか、ね、講師は5ヶ月、はいはい、講師楽しいですか？はい、楽しいです。動画編集ってやっぱり一人でやることが多かったんですけど、生徒さんとか講師とかつながりがやっぱりできるっていうのが楽しいなって思います。生徒さんってどういう人が多いんですか？結構年齢層幅広くて、大学生から50代、60代とかっていう年代の方、いろんな職種の方いらっしゃいます。結構仲良くやってるんですか？仲良くやってます。金沢校に2日受けに来るじゃないですか。その2日間って授業受けるだけ以外もやってるんですか？みんなでご飯食ったりとか、お昼休みにみんなでご飯食べに行ったりとかもあります。行くんですね、どっか。そうです。近くのお店行ったりとか、県外から来てくれる方もいらっしゃるので喜んでもらってます。結構仲良くなるんですね。で、2つポートでコワーキング契約するじゃないですか。みんなコワーキング利用者同士も仲良くなってるんですか？まだその交流会とかがなくて、今月初めてちょっとやるので、そこで交流深めてもらえたらなって思ってます。普段のコワーキングスペースの雰囲気はどんな感じなんですか？あんまりみんな双方で喋り合ったりとかしない？あまりまだ使われてはない。そうなんですか。新宿とかなんかもみんな使って一面みたいな感じになっちゃってますからね。校舎それぞれですね。あなたはここ頑張ってくださいとしたら、はい、ね。新宿校はコワーキングに来たら先輩たちがいるから、先輩からいろいろ教えてもらったりとか、先輩が仕事抱えてるんで最近コワーキング入った人に仕事をあげたりとかもしてるんですよ。そういうのが金沢校でも生まれるといいですね。動画編集キャンプの授業自体の雰囲気とか空気感ってどんな感じなんですか、金沢校は？休み時間とかは動画編集っていう括りでバイバイ話できるような形でなってます、うん、生徒さんから言われたこととかあります？嬉しいこととか、逆にクレームだったなみたいなこととか？全然クレームとかなく、2日間終わった後に営業をすぐして2件案件取れましたとか、丁寧に教えてもらって、本当にパソコンとかやったことなかったけど、初心者でもできるっていうことが実感できたっていう風に嬉しい言葉をいただきました。あとはすぐに聞ける環境なので、疑問っていうのをすぐに解決できるっていうのがありました。同じ目標を持つ仲間ができて、その後の交流とかもあったりとかして、うん、オフラインの場の良さが分かったっていう感じです。なるほど。嬉しいですね、そういう風に言ってもらえるとね。講師やってよかったなみたいなことあります？動画を1本作り終わった時にとても喜んでもらえて、それが対面で見れるっていうことですよね、うん、その後も自分で発注とかも生徒さんにしてるんですけど、うん、優秀な編集者を採用できるっていうことがいいことかなって思います。確かにね。講師って確かに日給 1.5 万ですよね、はい、2日で3万ですよね。採用コストも無料になるし、いい人いるし、モニターありますからね。自分が作業するスペースもただで手に入ってしまうし、日給 1.5 万って結構高くないですか？引っ越しの場合とか日給8000円とか9000円ですもんね。引っ越しの場合より絶対楽だし、最高じゃないですか、講師。ということで、動画編集キャンプの金沢校の講師がこうやって話に来てくれました。他の講師もですね、和気あいあいやってるんで、全国の皆さんは自分の家の近くに動画編集キャンプがあると思うので、概要欄からですね、説明会の申し込みリンクをタップして、説明会を聞きに来ていただけたら幸いです。あと、講師になりたい方ね、講師も結構面白いですよね。やっていいですよね。めちゃめちゃいいです。講師になりたい方もぜひ概要欄からですね、講師の概要の動画を見て、講師の応募をしてみていただけたら幸いです。金沢校は講師足りてます？欲しいです。欲しいですか？はい。特に金沢にお住まいの皆さんはね、こんなね美人の講師として働けるんで、ぜひ応募してみてください。それでは今回の動画終わりにします。これから流れる宣伝もしっかり見てください。それでは宣伝どうぞ。この動画を見てね、動画編集に興味を持った皆さんはですね、概要欄から僕の公式 LINE を登録してみてください。稼げる動画編集者と稼げない動画編集者の違い、動画編集のパソコンの選び方、動画編集のソフトの選び方、最初の1年の稼げ方、月5万に達する方法、月20万に達する、月50万に達する、月100万に達する方法を無料でプレゼントしています。これ無料なんですね。なんと無料なんですよ。なんで無料なのに皆さん取りに行かないのって思っちゃうぐらい、本当にめちゃくちゃいい情報を発信してるんで、ぜひ皆さん受け取ってください。無料な情報を受け取らない人って本当に何なんですかね、なんでって思うんで、皆さんぜひ登録してみてください。登録したらですね、毎日毎日その後もプレゼントだけじゃなくてメルマガが届くんで、毎日読むようにしてみていただければ幸いです。で、もう一個ね、公式 LINE があります。それが動画編集キャンプの公式 LINE です。こちらはですね、説明会を毎月やってます。動画編集キャンプは何かっていうと、土日2日で動画編集スキルを身につける超短期のスパルタスクールなんですね。全国の校舎に土日2日だけ来てくれれば、月曜日から現場レベルの編集者になれるというオフラインのサービスです。短期間で動画編集スキルを身につけた方はぜひ検討してみてください。概要欄にあるね、リンクから説明会の情報を受け取ってください。これが2つ目の公式 LINE、 青かっこ動画編集キャンプ主催の LINE ですね。青の公式 LINE と動画編集キャンプ主催の公式 LINE、 この2つを登録するとなんとこんだけのものがもらえます。ドドンと。
すごくない？ 2 つも登録してない皆さん。2つも登録するのが大事。青のコース LINE は毎日毎日有益な情報が発信されるよと。動画編集キャンプの LINE は動画編集キャンプの説明会の案内が受け取れるよっていう感じなんで、そういう感じで使い分けてもらえると幸いです。あとですね、もう1300人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルというサービスがあります。こちらはですね、動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れたけどがっちりしたスキルになっていないとか、そういった方に向けたオンラインのサービスです。ちょっと動画編集触ったことあるかなっていう人が8案件を獲得するまで10日でいけるよと。僕らの指示に全部従ってくれれば10日後に現場レベルの動画編集スキルに切り替わって営業方法が分かってしまう。だから案件が取れてしまうと、そういったサービスになっております。こちらもめちゃくちゃ好評なんで、ぜひ概要欄から販売ページ申し込みページをチェックしてみてください。だから皆さんチェックすべきは青の公式 LINE、 動画編集主催の LINE、 こちら2つを登録した上で案件獲得スクールのページを見てみると、俺どれが合うのかなというふうに見ていただいて、どれか申し込んでいただけたら幸いです。というわけで今回もありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、悪いなと思ったらバッドボタンよろしくお願いします。勉強になったなとか、これどうなのっていうふうに疑問に思ったことはぜひコメント欄にアウトプットしてください。めちゃくちゃ嬉しいです。その中で今回は以上です。ありがとうございました。